なんだよ、お前ついてきちまったのか。キュッキュッキュッ。そうだよね、あそこにはもう誰もいないんだもの。ねえ、この子も連れて行ってあげようよ、ビシャス。やっぱりカナタは優しくて正しいね。私もそれがいいと思う。いざという時は非常食にもなるし。キュッキュッ。怯えてるだろ、やめろミゼラ。冗談なのに。別にいいけどよ、俺は世話しねえぞ。大丈夫、それは俺に任せてよ。一緒に行けるってやったね。うん。あ、一緒に旅するんだったら名前あった方がいいよね。何がいいかな。肉球。ニッキュなんてどうかな。かわいい名前だね。そこはかとなく肉の面影を感じるのは気のせいか。気のせいよ。改めてよろしくね、ニッキュ。キュン。さて、世界を変えるカナタ君、これからどこに向かうんだ。どこってそりゃ、どこだろう。世界を変えるにはどこに行けばいいの。呆れた。何も考えずにそんなことを言っていたのか。先が思いやられる。んだよ偉そうに。じゃあお前はどこ行けばいいのかわかんのかよ。少なくともお前たちよりは先の見通しを立てているつもりだ。じゃあ教えて、イージス、どこに行けばいいのかな。ビジョンオーブを破壊する。そんなことができるかはわからないが、可能性があるとすれば作った大元を調べるほかない。ビジョンオーブを作り出した者、神キャスク、探るならそこだろう。神キャスク。神様か、面白くなりそうだな。でもどうやって調べるの。キャスクのことなんて名前くらいしか知らないわ。軍事国家トシミナの王立図書館になら何か資料があるかもしれない。じゃあ目指すとこはそこだね。行こう、世界を変える旅に。